こんにちは、盆栽ノートの、やってみた、初心者の、盆栽剪定、です。この動画は、初心者の私が、盆栽を勉強しながら、実際にチャレンジする動画です。前半は、調べたポイントをまとめ、後半は、実践動画となっています。足りない点や、間違ってる場所がありましたら、ぜひ、ご指導ください。頑張って、健康的でかっこいい盆栽に、仕立てていきたいと思います。それでは、今回の、お題。桜、根の消毒。この動画でわかること。1、根の消毒とは ?2、なぜ根の消毒するの ?3、いつ根の消毒するの ?4、根の消毒、4つのポイント。5、やってみよう、根の消毒。1、根の消毒とは根についている病原菌を消毒すること。2. なぜ根の消毒するの？土の中には多くの病原菌が生息する。特に桜や梅などのバラ科の植物はカビ菌による黒星病や細菌による根頭癌種病にかかりやすい。植え替え時に用土を取り替え剪定した根の傷口から病原菌が入らないよう殺菌剤で消毒することが大切。3、いつ根の消毒するの？植え替えと同時に行う。1月下旬から2月中旬、もしくは9月から10月。暑い時期は細菌が繁殖しやすいため、寒い時期に行うことが大切。4、根の消毒、4つのポイント。ポイント1、古い土を取る。ポイント2、根の剪定。ポイント3、殺菌剤につける。ポイント4、新しい土を使う。ポイント1、古い土を取る。根を傷めないよう、ほぐしながら古い用土を取り除く。前日の灌水を控え、土を乾かしておくと、ほぐしやすく、根を傷めにくい。ポイント2、根の剪定。太い根や長すぎる根を剪定する。太根の切り口には保護剤を塗るようにする。ポイント3、殺菌剤につける。1時間半ほど根を殺菌剤につけ、病原菌を消毒する。カビ菌にはベンゼイト、サプロール、細菌にはヤシマストマイなどが有効。ポイント4、新しい土を使う。未使用で清潔な用土を使い植え直す。5、やってみよう、根の消毒。それでは実際に根の消毒をしてみましょう。それでは始めます。桜は根からも病原菌が入りやすいそうなので、菌が動き出す前の寒いうちに根を剪定して、しっかりと根の消毒をしたいと思います。合わせて根にコブのようなものができる根頭癌種病がないかも確認してみます。今回使う殺菌剤はベンゼイト。黒星病などのカビ菌に効果のある薬です。ドブつけ用の花瓶も用意しました。あとは、太い根の切り口に塗る保護剤と、植え替え用の鉢です。
早速、土をほぐしていきます。植え替えの時期は、菌が活動していない、開花前か、涼しくなる秋頃が良いそうです。2月中旬までであれば、花にも影響ないとのこと。ほぐれてきました。太い根はありますが、コブはなさそうです。土にも病原菌がいるそうなので、しっかり取り除きます。こちらは殺菌剤の2000倍希釈液です。花瓶に入れて根を浸そうと思います。それでは殺菌剤につけていきます。こんな感じです。このまま1時間半ほど放置します。この間に太い根も切っておきます。太い根は栄養を吸収する細根の生育を害し、地上芽にも強い徒長枝を出すそうです。切り口には菌が入らないように保護剤を塗っておきます。使っているのは臓器用のカットパスター。粘土のようでつけやすく剥がしやすいです。水にも強いそうです。切っておきます。こんな感じです。では、植えていきます。前回の鉢は、底が細くて不安定だったので、今回は底の広い、安定した鉢にします。水はけの良い、赤玉土10粒を多めにします。隙間に赤玉土小粒を入れていきます。最後に針金で固定します。
上で完成です。あとは花が咲くまで安静にしておきます。今年は病気になりませんように。また花もしっかり咲きますように。次回は開花報告をしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。